TVR-T350 とは、英国 TVR がかつて販売していた自動車である。TVR が2002年から2006年に製造したスポーツカーで TVR タモラをベースにしており、TVR の 3.6 リットルのスピード6エンジン350馬力を搭載し、生産 T350 にはクーペとタルガのバージョンがあり、クーペのバージョンは T350C、タルガのバージョンは T350T として知られていた。T350 は後に TVR サガリスの基地を形成した。TVR3605cc リア TVR タモーラをベース車両として開発された。TVR の他のモデルに倣い、交換チューブラーフレームに FRP 製のボディをかぶせている。ボディは空力性能と冷却機能を強化してあり、車両重量は 1187kg と、軽量な車種の多い TVR の中では、重量級であるが、90年代以降の現代的なスポーツカーとしては軽量な部類に属する。内装は曲線を多用したデザインや、手作りのアルミ削り出しスイッチなど、他のモデル同様に個性的な雰囲気を醸し出している。また、サーキット走行を意識して、シート下のクッションが取り外し可能になっている。安全面では相変わらずエアバッグや ABS が搭載されていないものの、サイドインパクトバーが追加され、少しではあるが進歩している。エンジンは自社開発の 3.6 リッター直列6気筒、スピード6を FR レイアウトで搭載。最高出力は 350PS を叩き出す。トランスミッションは5速 MT のみである。オプションとしてエアコンやメタリック&パールペイント、MP3 対応 CD オーディオなどが用意された。バリエーションとしては、ハッチバックの T350C と T バールーフを備えたタルガトップの T350 トンが存在するが、基本スペックはどちらも変わらない。2006年に生産終了。後継車種はサガリス。機能は最大のダウンフォースと最小の後力のために、作成された車の空力設計によって明らかな形を支配し滑らかな前面ノーズとシャープなリアカットテールにより空気抵抗を抑えながら空力効率を高めることができ車の傾斜した後部のラインは車が高速で最小リフトを生成することを保証。車はインテリア、多機能、ディスプレイ、アナログメーターなどエントリーレベルのタモラから多くを取りオプションのスポーツパッケージはラップタイム、油音、水温などの多機能ディスプレイに追加オプションを追加。車のファストバック設計により、顧客はブートスペースを増やすことができ、強力なスピード6エンジンは実績のあるレース優勝ユニットであり、自動車の攻撃的なキャラクターに適した非常に反応の良いユニット。サスペンションブレーキホイールソーダシャーシ、ボディ性能。ありがとうございます。